翔太。ん？チューしよう。何食べようか。暑いからさ、さっぱりしたものとかがいいよね。あ、そうだね。うん。何、さっぱりしたものって何？冷やし中華とか。ああ。あ、冷製パスタとかもいいね。ああ、いいね。うん。じゃあ冷製パスタにしようか。うん。翔太。ん？チューしよう。皿洗いありがとうね。いいよいいよ、ゆっくりしてて。ちょっと楽しかったね。楽しかったね。うん、おいで。明日はどうしようかね。どうしようかな。おはよう。ひょうにょ、はい、はい、というわけで今回は燃えるシチュエーションを再現してみました。イエーイ、いかがだったでしょうか。あのね、有名な某萌え萌えキュンキュンするドラマのシチュエーションもちょっと2つくらい入れてみたんだけど、はい、どうでしたでしょうか。はい、というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います。はい。はい、このシチュエーションにキュンキュンしたよって思ってくださる方は高評価のボタンと、私もああいうことされたいって方はチャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。